今回は、京本大賀さんの運勢を鑑定しています。履歴一覧から呼び出します。2022年9月、中心性召喚・念運欠陥は危険です。念運のタブをタップして念運を確認すると、 年受間、被験、運勢ランク B、けじめのつくタイミングとあります。懸案事項にけじめがつくときですが、チャンスが来て大胆に勝負に出ることもあります。月始減明のタブをタップしてみます。月始減明、合在、戦略的、政治的。下のコメントを見ると、 高な野心家でうちに秘めたものがあるようです。長所は時代人を見抜く勘が良い意志が強い。短所は人を見下す可愛いげがないなどとあります。月中転換通編は食人で 楽しい、好きだと思うものには集中力を発揮できる、などとあります。では、結婚の暗示がある年を探しています。名識表に戻って、2022年は年運結果運危険で、結婚もあり得る運です。鑑定日を2023年2月にしてみます。 2023年2月中心性召喚念運血管は合剤です次に鑑定日を2024年2月にしています「2024年2月中心性召喚念運血管食人」です さらに、鑑定日を2025年2月にしています。2025年2月、中心性召喚、年運血管運召喚です。鑑定日を2026年2月にしています。 産後開局によって中心性は製剤に変わります。2026年、中心性製剤、年運、欠果運は変換です。大運の一覧を見ると、2026年は4月2日に大運が変わりますので、鑑定日を2026年4月に変えてみます。 三号解局が解消されて中心性は召喚に戻ります2026年4月中心性召喚年運欠陥偏在です鑑定日を2027年に変えています 2027年も3号開局によって、中心性は食人に変わります。2027年2月、中心性食人、年運間は偏在です。鑑定日を2028年に変えてみます。 開局が解消されて中心性は召喚に戻ります2028年2月中心性召喚年運欠陥は変換です鑑定日を2029年2月に変えています2029年 2月中心性正観念運欠陥は正観ですここでようやく結婚の暗示が強い念運欠陥正観が出てきました本来は2027年も結婚の暗示の念運欠陥正在になるはずでしたが3号開局によって中心性が変わり念運欠陥も偏在に変わってしまいました 中心性支柱水名はこのように中心性が変わることで大きく運が変わることがあります。まとめると2022年はけじめのつくタイミング月誌減明合剤野心家で内に秘めたものがある月中転換通変食人好きなものには集中力を発揮結 本の暗示は2029年にとあります。今回はここまでです。